近づいて前進収まりました。枠入り完了、スタートしました。まずまず揃った飛び出しからダッシュがいいのは真ん中9番のスティールペガサス、一気に先頭に立ちましたが押して押して13番ファルコンウィング迫っていきます。外からファルコンウィング、スティールペガサスの前に出て1コーナーカーブに差し掛かります。2頭の後ろ3馬身4馬身と湧きました。1番のストーミーデイ、6番のレイワデジタル、その後ろに4番ゴールドビルダー、外側15番のゴールドホイヤーです。少し縦に長い展開になりました。これから2コーナーのカーブ、先頭は13番ファルコンウィング、リード2馬身取りました。2番手9番のスティールペガサス、2馬身半3馬身がいて1番ストーミーデイ、直後に6番レイワデジタル、向こう上面に出ました。さらにその後ろ4番ゴールドビルダー、15番ゴールドホイヤー並んで、これに迫る11番超ライディン、外は14番のピアノマン、間が空いて中段、外目に12番のマンガン、内は3番のブリッグオドーン、間が空きました。後方10番のグランメガスマイル、内は7番マルモリラッキー、そして5番のサドンゲイル、追い上げていく8番のミニミリ、2番のリバースメルローズが最後方です。展開縦長、これから3コーナーのカーブ、先頭は13番ファルコンウィング変わりません。リードが3馬身ぐらい、2番手9番のスティールペガサス600を迎えます。3番手に上がってきたのは15番のゴールドホイヤー、ゴールドホイヤー3番手から2番手の外、前との差を詰める。1番のストーミーデイ、手が動いて4番手、4番ゴールドビルダーはその後ろ、追い上げてくるのが12番のマンガンです。4コーナーカーブから直線400通過、13番ファルコンウィング先頭、リードが詰まってきた。15番のゴールドホイヤーが差を詰める。外へ出して4番ゴールドビルダーも追い込んでまいりました。内目からは1番のストーミーデイ、一気に伸びる15番のゴールドホイヤーに100を通過、内は食い下がって13番ファルコンウィング、先頭に変わった15番ゴールドホイヤー、3番手から1番ストーミーデイ、追い込んできた12番バンガー、ゴールドビルダーその後ろ、突き抜けた15番のゴールドホイヤー、ゴリ。今年も川崎岩本厩舎、15番のゴールドホイヤー快勝。そして管理する岩本博調教師、この勝利が通算600勝達成メモリアル V となります。15番のゴールドホイヤー鮮やか突き抜けました。